に黒いバイト服手に入れました。これが重大な報告か。皆さんやったろう。隠れた需要があるサモラン動画やっていきますよ、トレイムよ。おいっす。最近カンスト目指そうとして800ぐらいで心折れたマリサだぜ。さてというわけで今回は珍しくサモランをやってまいりますよ。まあ、本命はサモランじゃなくてご報告の方なんですけど。結婚報告とかですか。あったとしても誰も興味ねえだろ。さてそれじゃあプラスな報告とマイナスな報告どっちが先がいいですか。最近あった面白い話。話聞いてた。まあ、上げて落とすのは嫌なので先にマイナスなご報告から。動画投稿、お休みします。ついに引退か。演技でもないこと言うな。理由とかどこまでお話しすべきなのかその辺ちょっと微妙なんですが、嘘やら隠すぐらいなら、正直に言っちゃった方がお互いにスッキリするはずなので、ちょっとお話しさせてもらいますね。あ、先に謝っておくんですがもし聞きたくないことだったらごめんなさい。そういう人はブラウザバック推奨ってことだけ伝えとくぜ。さて、いろんな誤解とかそういうのを恐れず率直なことを言うと、すっごい疲れました。単純明快ですね。もしかしたら気がついてくれてる方もいるかもしれないんですが、最近毎日更新できずちょくちょく間が空いてたりしてるんですが、理由は大体それですね。疲れてるって何があったんだよ。最近になってちょっと動画の編集というかスタイルというか、結構変わってることに気がついた人っていますかね。ともかく新しい要素をどんどん盛り込もうといろいろ試してる。そんな動画が最近かなり多いんですよね。そんな盛り込みをやってたら疲れちゃったと。まあ、平たく言うとそんなところかな。おかげで最近の動画は自分でも力作だなってなるやつも多いんですが、その分自分が満足できるラインが高くなってるっていうのもあって編集が間に合わないなんてことも結構あるんですよね。自分自身の成長につながるのでかなりいいことなんですが、あえてこのタイミングで自分の動画とか見つめ直そうかなと。年末年始休みってことでタイミングもちょうどいいですし、あとこういう編集の調子が抜群の時は以前にも何回かあったように体がぶっ壊れる前触れだったりするので、ちょっとその反省を生かしてお休みにさせてもらいます。調子いい時こそ調子に乗るべからず、好調な時ほど足元救われたり思わぬ失敗につながるしな。あれ今私めっちゃいいこと言った。ちょっと黙っててください。どこまで話したっけ。あ、そうそう、体調とか今後の動画の編集とかの関係でお休みしますね。もしかしたら気まぐれで何か投稿される可能性もありますが、基本的にはしばらくお休みと考えておいてください。動くとしたらサブチャンネルの方かな。生声じゃない動画が上がるかも。で、肝心のいつまでお休みなのかっていう話をさせてもらいますね。この後の嬉しい報告の方とも関わってくるんですが、今年いっぱいはお休みさせてもらおうかなと考えてます。だいたい1週間ぐらいですね。ぶっちゃけいつでもいいんだけどキリがいいからこんな予定でよろしく。あ、でも明日は先週と今週の総集編の投稿はする予定なので、その辺はご了承ください。そんなわけで話をざっくりまとめますと、今年いっぱいまで、動画投稿はお休み。もしかしたら何か投稿されるかもだけど、理由に関しては動画のクオリティ向上と自分の体調管理のため、とこんなところですかね。ちなみに現在体調は全然悪くないので、X できる動画とか投稿したりするだろうのでご心配なく、本当に動画投稿だけシンプルにお休みしますねって感じです。じゃあ年明けはズバ抜けて楽しい動画が投稿されるってわけですね。プレッシャーのかけ方えげつないんだけど、さて、そんな年明けの動画の話、というかプラスのご報告に直結する内容です。それがこいつだ。新種ゆっくり実況者プラデイ。はい、というわけでなんとこの度、以前より何度もお世話になってますし、のぶさん主催の、ゆっくり実況者プラベにお呼ばれさせてもらいました。ついにうちも大人数コラボに呼んでもらえるようになったのか。なんかお前たちだけめっちゃいじられてるけど、ネタにしてくれて大変光栄です。芸人魂。こちらの撮影が年末にありまして、新年のどこかで投稿される予定ですのでお楽しみに。投稿日とかは今は未定なんだな。全員で合わせて投稿とかその辺もまだ未定なので、投稿時期が決まったら何らかの方法でご連絡しますね。あ、そうそう、撮影とはマジで何の関係もないんだけど、このサムネマジですごくない？しのぶさんからもらったんだけどマジで神サムネすぎるわ。うちのサムネとはえらい違いですね。恥ずかしいから並べないで。動画投稿してる身からするとわかるんですが、8人全員の顔と名前はしっかり出しつつ、それでいてイメージカラーはそれぞれのチャンネルごとに分割、そして中央ではわかりやすくタイトルと、めちゃくちゃ完成されてます。このサムネ、しのぶさんのサムネ褒める回になってますよ。あと影の使い方もお上手でちゃんと遠近感があるんですよね。なんかこううちのサムネは立体感が全然ないんですよね。こういうところも勉強させてもらわないとですね。そんな大コラボ会ですが、皆さんもよく知ってる人から、私自身初めましての方がたくさんいるので緊張してますが、きっと楽しいものになると確信しているのでぜひともお楽しみに。この度コラボいただく皆さんのご紹介につきましては、コラボ動画内の方でさせていただきますのでここでは割愛します。ですが一応概要欄にチャンネルのリンクは貼らせていただいたので、コラボ前に普段どんな動画が投稿されているのか要チェックです。ぶっちゃけ私自身全然知らない方が半分以上いるので、私もこの休みを機にめっちゃ見ます。ぜひともこのお祭り動画をお楽しみに。ってところで今回のご報告は終わりです。想定よりも早く終わっちゃったんで、最終ウェーブぐらいは実況しましょうかね。うわ、上位互換プライムだ。第一声ひどすぎんだろ。ボトルはマジで苦手なのよね。持ち方的に ZR の連打が絶望的だからな。最初はラインマーカーを射撃中に投げるためにこうしてたんだけど、よくよく考えてみれば神タンクも射撃可能こうするからこれが便利で、全部の武器でこの持ち方強制してるせいで連打が無理なのよね。せいぜい安定して連打できるのはジムの横振りぐらいで、それ以上の連打を求められる武器はちょっと使えないのよね。インセントはなんとかなるけど北斎以上は厳しいかな。パブロ振ってる時なんてマジで持ち方もエイムも終わってて、めちゃくちゃ発狂しそうになるわ。映像の方はすでに発狂してますよ。物的には強そうだから頑張りましょうか。私もトラストだから任せとけ。むっちゃくちゃ不安だわ。うわ、ダイバーだ。
おお、ダイバーベンズだ。ダイバーベンズって、ダイバーは共通項が多ければ多いほどこっちに有利ですからね。あ、ちなみにベンズっていうのはこういうのですね。もはやサモランの実況ではない。こちとらサモラン実況やってなさすぎて何したらいいかわからねえんじゃ。状況を話すだけでも実況になるだろ。鍋豚が来ました。でもタワーをやろうかな。片パに投げようとしたけど神探知してくれてるならいいや。ただ無能を晒してるだけじゃねえか。そんなことないですよ。弾拾われないように納品してますから。というか納品のペース結構やばいな。ダイバーって寄せとかやった方が良かったのかしら。寄せ違いですよ。落語家みたいになってんぞ。これは実際にあった私の話。いや、聞かないよ。納品したいのは山々なんだけど、どうにも海岸ばっかりに集まってて行くに行けないのよね。この辺にあるやつならぶっ込めるんだけど、小鮭はローラーフライに言うてないんで絶対駆除しますね。小鮭に何されたんだよ。言っていることの否定かな。小鮭そんな重いキャラじゃねえわ。あ、そうか、いくら投げは全然無理だ。これが黒つなぎってる人の実力なんですね。任せてください。黒なのでこんな状況でも焦らず対処です。しっかり塗り返したからゴムまで食わせる。という高等テク。めっちゃ低級テクですよ。私があまりにも上手すぎて使いどころなかったナイス玉使うか。スペシャル余らせるとサモラン界隈だとさらし首らしいからね。サモラン界隈怖すぎだろ。時間があれだけどもうここにあるのを納品すれば間に合いそうかな。私片パにやられたからそのまま浮き輪で待ってるね。いくら投げで納品して最終ウェーブ終わり。よし、無事にクリアできてよかったよかった。なんだよ、もうちょっと寝てたかったのに。いや、もう最終クリアだから結局ここから帰るのよ。え、マジか。随分個性的な鳴き声ですね。完全にクロム。そんなわけでエクストラウェーブの横綱戦ですね。カーボンローラーなんで帰っていいですか。よかったな、小邪気には強いぞ。うわ、乳酸いいな、神タンク。弱体化前の神タンク使えるなんてずるい。思考がだいぶ変ですよ。変形から即射撃できた時代が本当に懐かしいわ。っていうか、積むよ。体力の削れ方やばい。ざっくり2割ぐらいは削ったか。最初の削りとしてはかなりでかい。私が何もできない分よろしく頼みました。どんだけローラーなのが嫌なんだよ。拾って叩き込みたいけど一人になるの怖すぎるからここにいよ。単身で何できるかもよく知らないし、おとなしくいくら拾って投げつけておくわ。それやってくれるだけで十分な気もするけどな。この調子でどんどん行きましょう。意外にもドスコイがいても結構平気なのね。これで大体半分くらいか。スペシャル無駄になるの嫌だから早々に使っちゃいますか。あ、せっかくだから鉄板も巻き込もう。なんでナイス玉を捨てたんですか。床塗りした方がいいかなって。ミスったって素直に言え。ごめんってちゃんと筋肉ら当てるから許して。完全にグッてましたけど、ラインマーカーと同じ挙動にしません。当てられなくなる人が増えるわ。ここに3個あるからこれ全部叩き込んでからみんなのところ行くわ。刺身に水族そこじゃけ。切れすぎだろ。なんとか生き残った。カーボンじゃなかったら終わってたかも。筋肉ライレブイタイム。うわ、待ってくれ、後ろから団体のお客様が。お客様当館は鮭の方のご来館をお断りさせていただいてます。ひえー、すみませんでした。完全なんか生き残ったんだけど。食べようとしたけどきっと臭かったんだろ。それはそれで失礼だな。何はともあれ言ってるならこの体力も削れる。横綱の攻撃方法なら余裕で知ってるからかわすのも余裕よ。殴れるだけ殴って引いた瞬間に逃げる。その間に皆さんお願いします。ここまで削ればもういける。よっしゃー、久しぶりにかとまって逃げさせた。ついたかいな。めっちゃドケチ。まあ黒つなぎ以外は全然興味ないから鱗もいらないんですけど。というわけで今回はほとんどご報告でした。報告の通りちょっと長めの期間でお休みさせてもらいますが、休み明けもバリバリできるための充電期間ということで、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。今度はまた来年遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな。よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。